ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双をやっていきましょう。はい、前回第5章にいよいよ、突入しまして、いきなり気弱になった徳川家康さんをなんとかしようという話で行ってみましょう。ではそれで行こう。予想通りですね。助けてあげないと。伊賀村中には敵の策略が巡らされているようです。もう油断、隙を見せると、今の家康さんいつお腹切っちゃうか分かんないからね、しかし司祭が分からんな。時間素行軍が直接襲ってくるのか、それとも前回の感じでは本田さんが取り憑かれてるのかなと思ったけど、そうでもないようだったからね。夜の山中だ。面影さん、何が紛れていてもおかしくはない。徳川家康の首は四方八方から四方八方から首狙われてる。やばいな、そりゃお腹切りたくなるわ。阿鼻叫喚。徳川家康も災難だな。阿鼻叫喚の逃走劇、俺たちで手助けするか。助けてやんないと、かわいそすぎるな。さすがに新たな流れが検知されました。はい、決死の野行。徳川家康は本多忠勝の説得で自陣を思いとどまり、やったぜ、伊賀の山中へと進んでいる。しかし危機が去ったわけではない。道中にはさまざまな罠が張り巡らされているようだ。徳川家康一行護衛し、敵の罠を突破せよ。オッケー、大丈夫。家康さん結構しぶといから。あ、巴さんが支援なの。あなた支援なの。面影氏、まあ、今回はじゃあ村正さんに行きましょう。ちょっとレベルがね、あんまり上がってないんで、歴戦の書をつけて頑張っていただきましょう。私の出番ですね。じゃあ一番絆が少ないのは、トンボさんとはもうマックス5なんだ。三日月さんとは4、面影さん1、若干トモエさんとは上がってね、これほんまにね、ちょっと一緒だっただけだろうな、この上がり方。まあ0なんで、はい、面影さんで行きましょう。私で良いのなら。よろしくお願いします。で、あ、服部半蔵がいる。おお、有名人来た、服部半蔵。で、成功条件、すべての徳川軍武将の、徳永寺への到着。あ、誰一人やられたらまずいんだ。あ、歴史の範疇超えてしまうんだ。オーケーオーケー。半蔵さん、ちょっと気になるな。じゃあ見に行きましょう。一瞬なんかすごい、彼も私の怪しい魅力に惑わされてなかった。その出し方も面白いな。数刻ぶりだな。良ければどうぞ護衛しよう。モブと同じ。心強い。モブと同じってどうなの？寺まで頼めるか。半蔵さん、モブと同じはちょっとかわいそうだよ。あ、そっちで。じゃオリジン。みな下がれ、落ちてくるぞ。崖、落ちてくる。わお、わかりやすい。これ危ないな。あ、通れなくなっちゃった。塞がれたようです。いや、若干右側から、いけるいけるって。刀剣男子じゃなくてもいけるって。道は他にもございます。ああ、迂回して寺を目指されては。はあ、半蔵か。半蔵、伊賀州のお主が言うことだ。道を変えるとしよう。おお、いや、いけそうだけどね。でも半蔵さん、でもモブと同じはかわいそうだよ。現れましたね。名のある人なのにな。務めを果たしましょう。ウェイイエイ。どうだったかな。ああ、そうだそうだ、この打ち上げた後ビームが出るんだ。レーザービーム、これもね、あのホタル倒すのにすごく便利だった。時間総合軍の旗頭は片付けた。おいよ、先を目指すぞ。ほとんど僕らがやってるじゃないですか。これはこれはそのセリフがコンちゃんだよ。天下の徳川家康が落ち武者とは、落ち武者、笑える冗談のうちに止めないとな。そうだね、さすがにね。のぶしがボスなんだ、中ボスなんだ。
え、ど、あ、の、え、のぶし、のぶしじゃないのこの際やるの。オッケーオッケーオッケー。あ、範囲広いね。いいねいいね、使い勝手いいわ。はい。離れすぎたか。あ、あ、急がなきゃ。戻るぞ。あ、どこどこどこ。これでは護衛が務まらん。あ、大丈夫大丈夫。すごい遅刻に。も見えてこよ。お、イベント。家康さん一人で走っていかないで。何？またも落石。ああ。殿、ご無事でいらっしゃいますか。あ、分断されたってことね。いや、ちょっと隙間あったでしょ。わしならば大事ない。いや、通れる通れる。先に寺で待っておるぞ。いや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 。一見通れるからこれ。家康様をお一人にはしておく。これ通れますから。西の道から寺へ向かうぞ。ええー。おい、いて、いてなお前。そして迂回とはな。次は時間疎行軍か。これ日向君とかだったら普通に通れそうだけどな、歩いて。ダメか。おい、いて、いて。ダメだ。なんか敵かどうか微妙に分かんないこいつら。行こう行こう行こう。ちょっと家康さん一人にしておくと危ないわ、あの人。また化け物か。敵を合わせて。もう一度おられるだろうか。家康公の身は気にかかる。家康さんの体力見えない。手の届く者たちを守り通す。はいはいはい。さあ、すげえ。お、すげえこれ。キリがありませんね。キリがありませんね。じゃあこれで。はい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 。ほい。半分ぐらいか。そんなには強いか。まあレベル上がってないっていうのもあるしな。よし。いかんいかんいかん。ちょっとこの人だけは脱がさせるわけにいかん。喜んでしまう。あ、ボス倒さなきゃダメ。ダメな感じ。なんかいた？なんかいたっけまだ。なんかびっくりマーク出てんだよな。これ誰？どこのどいつ？あ、こいつか。おわっと、危な。またしても。半蔵殿。半蔵？大事ないか。問題ない。え？構わず寺へ。おお、ちょっと待って。全員守らなきゃいけないんでしょ。え、ちょ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 、いや、半蔵は一人でも大丈夫だと思うんだけど。急ぎ助けに向かわねば。うえ、やばいやばいやばい。岩は崖の上から落ちてきた。ああ。今の落石で開けた道もあるのではないか。ああ、なるほど。これで上が通れるようになったと。そういうことか。次へと。油断ならんな。よし、じゃあ撃つぞ。みんな集まって。落ち武者狩りでしたか。集まって。私なら奪われずとも脱ぎます。あ、脱げ。本当に脱げそうだからやめてください。行きましょう。行きますか。その足よ。太ももよ。サッタルマプンダリーカスートラ。サッタルマプンダリーカスートラ。妖刀伝説に惑いなさい。あ、初めて聞いたかもしれない。ここで初めて聞いたかもしれない。よいしょ。最初の方は必殺なかったもんね。うん。で、ホタルでレベル上げしてた時はちゃんと自重してたんで、今初めて聞いたわ。あれって必殺の時のセリフだったっけ。怪人の一撃のセリフだったような気がするけど。ちょ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 、戻るぞ。戻んの。護衛が務まらん。戻んの。柱を止められたな。何してんの君、早く行く。あの忍びを助けに行くか。おお、服部半蔵今行くぞ。この中一人でいたの、あの人。死んじゃう死んじゃう。あ、結構やられてる。やばいやばいやばい。敵は我々が引き受ける。引き受ける。息を合わせて。よくぞ持ちこたえられた。あ、いけるよ。かろうじてだ。うん、救援片付けない。邪道水よ。行きましょうか。わかった。脱ぎましょう。はい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 。なに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 。今の紫の柱なになに。え、誰が出した。え、敵か敵か。え、違うな。これむ、え、村松さんが出してんのこれ。ジャック連打してるだけでそれ出んの。やばくない。え、ちょっと敵全滅した前に出そう。ついてきてください。ついてきてください。下がもう敵いないかもしれないけど。あ、いたいた。よかったよかった。え、あの炎の柱何だったの。うまくいきました。え、普通にジャクレンダーで出んのかな。それともあれ出してる時だけかな。あ、出ない出ない出ない。あ、じゃあさっきの時だけか。あれかっこよかったな。あ、てかまだいたのね。まだいたのね。はい。
サッダルマフンダリーカスートラ。サッダルマフンダリーカスートラ。あ、いいね。妖刀伝説に惑いなさい。やっぱ決め台詞あんといいね。手間をかけた。余裕出した。殿の元へ急ごう。あ、そうだ。家康さんまだ一人なんだ。抜け道がある。お。あのような大岩が何度も落ちてくるものか。大丈夫か。胸が騒ぐ。家康公、どうかご無事で。なんと。家康公の姿が見える。ほら。家康様、よもや化け物どもに。ええ。縁起でもない。とにかく殿を恐ろしい。いないね。あ、ここで終わり？え、じゃあ行方不明のままなの？もう終わりでした。まずいね。ああ、よかった、脱がされずに済んだぜ。どうです、この力。よしよし、いいぞ。侵害の証に脱ぎましょう。脱ぎましょう。家康公はどこへ消えてしまったのでしょう。うん。あの距離で迷子になるとも思えません。さらわれたか。まあ、いい予感はしないな。うん。一度戻って予測を当たってみよう。予測ってあのコンちゃんのあれあれでしょ、コンちゃんの想定外ですでしょ。あ、やっぱこれか。んこれは伊賀を抜けられず途中でジーバ、あ、ジジン、結局、あ、僕一人になっちゃった。もはやこれまで。この結果を見るに死の危機は去っていない。いや、そりゃそうだろうな。家康公の恩義が危険だ。今あの人すごい豆腐メンタルになってるから、一人になったらやばいよ。まずいですね。うん。家康公の近くにまだ敵が潜んでいたのでしょう。うん、だろうね。歴史の歪みを生むものとやらの罠にかかったか。うん。急ぎ徳川家康を捜索するか。今んとこでもまだ誰も呪われてる感じないんだよな。承知しました。まさか服部半蔵が。家康の居場所を検出します。あ、そういうことできんの。やっと仕事する。こんちゃん仕事できる。ああ。この先に徳川家康の陣営を確認。お、周辺に時間素行軍もいるようです。あ、こんちゃんやるじゃん、たまには。たまには。失礼。急がねば。お、家康公のお命が。お命ちょうだい。ここで勝負を終わらせるわけにはいかないな。うん。是が非でも守ろう。そうですね。敵にとってもここは。おかげさん、ゲストなんだかメインなんだか。歴史改変の流れを司る者も現れるだろう。お、来る。新たな流れが検知されました。消えた家康。二階席戦場、探さなきゃいけないやつだな。敵の罠を突破したものの、徳川家康の姿が消えた。この歴史の改変を担う者にさらわれたと見るべきだろう。急ぎ救出に向かねば、家康の命が危うい。敵を退け、徳川家康を救出せよ。まだ生きてるね。よく生かされてんな。おっと、やっぱりゲストなのあなた。支援って書いてあるけど。よし、じゃあゲストで行こうかな。うん、鶴丸さん、僕の今のところの中で一番使いやすい鶴丸さんですね。はい。新しい驚きを期待したいわ。新しい驚きで一番絆低いのは戦後さんか。よし、脱がされに行こう。お相手よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦場情報、なんかおかしなのがいるぞ。赤い覆面の忍び。あれ、やっぱり服部半蔵。服部半蔵じゃないの。大丈夫、覆面してるから分かんないよね。襲撃小隊長、赤い覆面の忍び。襲撃小隊長と徳川家康一緒にいる。これもう生きてるの。まだ生きてる家康さん。大丈夫。重要情報は分からないままで、失敗は徳川家康の死亡ですね。はい、じゃあちょっと装備だけ直していきます。はい、ようこそ。大舞台の始まりだぜ。綺麗に目光んな。戦場にも驚きをもたらそう。おや、解析開始。何を解析すればいいんだ。ここはこれ左なんかあるでしょ。これ何もないの、おかしいよね。お、囲まれてる。めっちゃ囲まれてる。忍びですか。服部半蔵殿ではありません。お、誰よ。え、じゃあ半蔵さんは大丈夫なんだ。あ、閉ざされてしまった。
やっぱ左から行かなきゃダメなのかこれ。あ、逃げた。足速い。門を閉めて逃げるつもりか。足速。あ、じゃあ結局こっち行かなきゃダメか。奴を倒すしか手はない。すげえ足速い。徳川家康が追い詰められる前に。未だかつてあんな足速いやついなかったの。すげえ足速い。もうあいつ追い詰めよう。はい。まるで追いつけますね。わあ、はい、無理だろこれ。鬼ごっこがお上手です。無理だろ。何か手立てを講じた方がいいだろう。やつの動き、やつの動きをよく見てみる。あ、これを解析なのか。我らと真逆の方向へ逃げているのか。おう、ならばうまく導けば。うまく導けば。追い込めそうな場所を探しましょう。追い詰めそうなっていうとこの先だよね。あ、西に追い詰めればいいから、こっちから回っていけばそのまままっすぐ逃げてくれるかな。どうだろう。あ、そっち行っちゃう。そっち行っちゃう。で、こう、あ、こう、こうじゃない、こっちじゃない、こっち行ってこっち行って、そうそうそう、でこっちから回って東から西に追い詰めれば。ああ、そう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 、オッケーオッケー、完璧じゃん。もう一瞬で 100% じゃん。さ、切りますよ。余裕じゃないですか。なんかちょっとしたパズルゲームやらされたな。ほら、散れ。ほら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 、もうわけがわからん、この攻撃出るまですごい時間かかるけどね。こうやって出ちゃえばもう無敵ですよ。何これ。汗をかきましたね。かっけえ。高くなる上は急降下爆撃。門に戻るぞ。今なら家康公に近づけるだろう。この辺の雑魚何の意味もないな。いや、あの急降下かっこいいな。あれ写真撮るの大変そうだけど。化け物と忍びに囲まれている。化け物と忍び。家康様をお助けせねば。お、同行させてもらう。あ、半蔵じゃなかった、よかったよかった。追い詰めながらとどめを刺さぬとは。ああ、なるほど。わし自ら終わらせよということ。じゃあ別に頑張ってれば別に頑張ってれば大丈夫じゃない。あ、でもちょっとずつ切り刻まれていっちゃうのかな。それも嫌だな。なりませんなりません。殿、あの忍びは動かんか。動かん。うん、なんだろう、何者なんだ。敵をすべて退けましょう。おい、家康公には思いとどまっていただきます。とどまっていただかない。そうですね。はい、急行か。誰あれ。あ、目あるね、ちゃんと。黙っているだけか。不気味なことだ。これ急行、急降下する前に一瞬とどまんのがいいね。これここここここ、ちょっとここここここ。あ、撮影義務を起動します。はい、今とどまったところで止めたつもりだったのに、もう一瞬で落ちてた。やばいなこの技。とりあえずこいつら倒そう。つえー使い勝手いい技ばっかり。はい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 、はい、よいぞよいぞ。お、つえつえ。で、あとは、あー、あとこの忍びだけか。はいはいはい、鶴の舞。危ない危ない危ない、脱ぐわけにいかん。喜んでしまう。あいつの前で脱ぐわけにいかん。おし、大事はございませんか。捕らえろ、ひっ捕らえろ、あいつ。そこの忍び、動けろ。誰だこいつ。さて、うん、次はどんな驚きが待っているかな。いや、こいつの顔見たら驚きなんじゃないか。どうなんだ。無事徳川家康を守りきれたな。うん、後のことはこの場の者に任せよう。さあ、誰だ一体。はい、これで問題なく伊賀を抜けられるはず。しばし見守りましょう。しかしこのステージ、ミッションさえ、ミッションじゃない、やることさえ分かってれば結構早いな。追い詰め方さえ分かってれば周回にいいかもしれん。おっと、なんか来んでしょ。お見事した。珍しい。伊賀を抜け、本拠地三河へ無事帰還。やったぜ。で、こいつ誰よ。どこの手の者だ。いや、なんで自由にさせてんだよ。答えよ。縛れって。逃げちゃうでしょ。赤い覆面の忍び。ほら
何してんのよ。逃げられたか。あ、わかる？待って、あれは誰？あ、なるほどね。妖刀村正。それ、え、しかも置いてっちゃったの。でも置いてっちゃったの。なんと。なんと。おやおや、これはまた新たな伝説を増やされてしまいましたか。おっと。あの異様な佇まい。うん。今回の調査。歴史改変の核を握るのはあの赤い忍びか、うん、まあ、それはいいんだけどちょっとあっさり逃がしすぎじゃないですかね。ねえ、この間の石田三成もそうだけど、うん、はい、2戦目がちょっと早く終わったので今日は1個絆を見ていこうかなと思います。絆会話、はい、さっき解放されたんですけども、面影さんと、うん、村正さんの脱ぎやすそうな服これも面白かったんでもう一回見ていきたいと思います。まあ、大体内容予想できたけどね。その衣服実にいいですね。まあ、背中パックリ入ってるからね、面影さんのこの衣装。なんだ急に。背中からも前からも脱ぎやすそうで、背中から脱ぎやすそうだと思うけど、魅力的ですね。前から脱ぎやすそうか、あれ結構きっちり。うん、止まってるけどな。やはり刀は脱がなくては力を発揮できません。ああ、まあ一理ある。話していたら脱ぎたくなってきました。確かにな。でも発揮できないってわけじゃないけど、まあ強くはなるがな。うん。いや、その必要はないと思う。みんな服を着ていても十分に強い。あの面影さんがちょっと困惑している。あなたは分かっていませんね。ああ。みんなは脱ぐともっと強くなりますよ。おそらく。おそらく。おそらくなのか。うん、絶対ではないのか。自分以外のことははっきり分かりませんから、ね。そんなことより今はあなたのことです。やっぱり村正さんは脱ぐと確実に強くなるのか。せっかく脱ぎやすい服なのです。早く脱ぎましょう。早く脱ぎましょう。ほら、今日は脱ぎ日和ですよ。脱ぎ日和ってどんな日和なんだろうな。まあ、天気がいい日か。そう言われても困る。他のやつを誘ってくれ。ですよね。これその1なんだけど、話続くのかなこれ。ちょっと早く解放したいなこれ。うん、頑張って仲良くしてあげましょう。はい、で今日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、もう誰にでも脱ぐことを勧めんな、ほんとこの人は。